お昼ご飯を食べます。サラダ屋さんのお昼ご飯を食べるので見て、違う昼ご飯食べるところ、こんな感じです。いただきます。いただきます。うん、うん、ふん、ちょっとお塩を取ってきます。ごちそうさまでした。ご飯食べた後ってこんなに眠たいの？ちょっと待って、めちゃくちゃ眠たい。危ない、打ちかけた今。午前中はお仕事だった。そうなんです、今日は珍しくお仕事だったので早起きで、昨日はね夜が遅かったんですよ。なのでこの爪爪っぽい感じが久々だったので、今3分もらったら寝られる自信を持って、ねえねえ、ご飯食べてこんなにさ典型的に眠くなる人いる？いないよね。すごくない？この欲のままに生きてる感じ。そう、わあ、眠すぎて死ん、あ、ということで15時になったら切ります。ちょうどいいから今すぐに切ってって思うねんけど、決めたことは最後までやり遂げたいという気持ちがあって、こんなにも眠そうにしています。ちょっとお昼ご飯じゃないや、あ、危ない危ない、大変なこと、いそこのに寝ぼけてたら、かつてこんなに4分が長く感じたことはあっただろうか。こんなさ配信でね、さ寝るくな、眠くなる人いるんかな。過去最大、このもう寝る直前の、え、怖い、過去さ眠ん、過去最大に眠気の直前にいる。この後ちゃんと髪を取ってこの眠たさをなくします。ということでバイバイ。